ヤープスタムは、オランダオーファー・アイセル州カンペン出身の、同国代表の元サッカー選手、現サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。前世紀は、世界屈指のディフェンダーであり、ロナルド・クーマンと、並び、オランダ史上最高のディフェンダーと称された。1992年にエール・ディビジの FC ズボレで、キャリアをスタートする。その後、オランダのクラブを渡り歩き、 1998年にプレミアリーグのマンチェスターユナイテッド FC へ移籍した。1998から99シーズンは守備の用として3冠を達成する。しかし自ら発行した自助伝が原因とされるアレックス・ファーガソン監督との確執によりセリエへの SS ラツヨへ移籍した。ところが今度はドーピング検査でナンドロロンの陽性反応が出たため、 5ヶ月間の出場停止処分を課された。後に控訴が認められ1ヶ月短縮された。オランダ代表をユーロ2004を最後に引退し、ユーロ後に AC ミランへ移籍した。2005から06シーズンをもってミランを退団2006年夏に母国のアヤックスアムステルダムに加入した。キャプテンとして数々の大舞台で培った経験を若手に、 還元することが期待された。2007年10月29日、アムステルダムアレナで開かれた記者会見に臨み、体力の衰えを理由に、現役生活に別れを告げた。2008年、ファーガソン監督に自助伝に関する問題を正式に謝罪した。これにより、ファーガソンと和解し、マンチェスターユナイテッド FC のスカウトに就任、主に南アメリカで活動した。 その後、フルスアヤックスで指導者としての道を歩み始め、ディフェンスコーチ職を経て2016年には、アヤックスの下部組織である、ヨングアヤックスの監督を務めている。同年6月12日に、イングランドリーグ界ディビジョン F チャンピオンシップの位置に、いた、レディング FC の監督に就任。契約期間は2年間。2018年12月28日、 母国のトップリーグ LTV ジにて、フルス PEG ズボレの監督に途中就任。1年半の契約とされていたが、翌2019年シーズンにより、K ノールドの監督に就任した。しかし、同10月末、成績の不振を理由に辞任。2020年5月21日、FC シンシナティの監督に就任した。ありがとうございます。